皆さん、こんにちは、ひろきです。ご機嫌いかがでしょうか私は元気にしております。さてさて、今日の名言のコーナーです、えー。今日の名言は、岸田国志さんという方で、劇作家、小説家でいらっしゃいました。えー、早速、格言申し上げます。一人では何もできぬ。だが、 まず誰かが始めなければならぬ。そうですね。まあ、悪く、悪いというかまあ、チャラック言えば言い出しっぺ。はい。ただ、えー、言い方を変えれば先頭に立つものという感じですね。はい。先頭に立つもの。すべての風を受け止めてみんなを連れていく。いいですね。はい。 いい名言だと思います。名言、確定ということで、今回も最後の最後の最後に、もう一度、この格言を申し上げまして、終わりとさせていただきます。それではまた、次の配信、または別の配信でお会いしましょう。それでは参ります。一人では何もできん。だが、まず誰かが、 始めなければならぬ。